で、大事なことはですね、一つだけ。それは、ほっとできるひとときを。ひろみボイス。回られたんですね。耳鼻科も内科も診療内科もいろいろ行ったけれども、薬をやめたくってなるほどなるほど、そろそろ来るかな。あ、どうぞこんばんは。どうぞおかけください。本日初めてのご来院ですね。ありがとうございます。私、当院の院長を務めておりますひろみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では念のためご予約いただいておりますお名前フルネームでお聞かせ願えますか。はい、ありがとうございます。事前にね、インターネットの方からヒアリング用紙ですね、記入していただきましてありがとうございました。ちょっといろいろと不調が続いていたりとか、いろいろ考えすぎてしまって疲れてしまったり、ということで結構病院も回られたんですね。はい、はい、かしこまりましたね。原因がはっきりわからないとね、とても不安ですし疲れますよね。こう回るだけでもね、時間もかかりますし、本当にね、お疲れ様でした。はい、今日はですね、医療行為ではございませんので、瞑想をすることによってご自身の本来持っている力を少しずつ呼び起こしていくというような、自然治癒力を高めるような、はい、内容になります。途中ですね、怖くなっちゃったりなんか集中できなくなったりしたらストップしていただいて大丈夫ですし、もちろんそのままお眠りになっていただいても構いません。はい、大事なことはですね、一つだけ。それは今の自分の感情や感覚をよく知ること、気づくことなんです。毎日忙しかったりいろいろなことがあったり、頑張り屋さんで優しくて真面目な方は特にですね、いろんな人の気持ちをこう考えてしまって、自分が今どんな感情なのかなとか、どんな状態なのかなっていうのに気づきにくくなってしまうことがとっても多いんですね。はい、しかし私たちの体はとても不思議で、自分の体、自分の感情、自分の感覚なんですけれども、今の自分に気づいてもらえないと、体ってもっと気づいて、私は今こんな感情だよ、今私は疲れてるんだよとか、そういうのを教えるために様々な形で SOS を出すようになります。それが例えば肌の湿疹だったり、なんかこう原因がわからない頭痛だったり、
こう中にはね、こう鼻に出る方もいらっしゃいますし、喉が痛い、あるいは全体的に疲れてたりストレスが溜まると免疫が落ちますので、すぐ風邪をひいてしまうとか、眠れないとか、食欲がないとか、いろんな形で私たち自身がですね、私たち自身に伝えようとしてくれているんですね。はい、ここではですね、そういったご自身が今持っている感情、あるいは少し昔に抱いた感情でも気づくことがたくさんあると思うんですけれども、それに気がついて、まずその自分をありのまままるっと認めてあげる、包み込んであげるということをゴールにしています。どんなことも目の前のことから逃げていっては何も始まりません。逃げるつもりはなくっても、頑張りすぎると自分の状態に敏感になれなかったりもします。一番大切なことは自分を大切にして愛することです。そうするとお客様の中には、本当にもうずっとね、20年くらい偏頭痛があったけどなくなったとか、そうですね、こうよく眠れるようになったとか、体の不調みたいなものが取れてきたとか、今まで薬でも治療でも効かなかったものが良くなってきたなんていう方も結構いらっしゃいます。どのような効果があるかは人それぞれですので、はい、ぜひですね、今日レクチャーさせていただいたことを毎日少しでもいいので取り入れてみてください。はい、ではまずですね、リラックスしていきますので、キャンドルをつけてキャンドルの明かりでお話ししましょう。はい、3秒。
として